貧乏バスケ部員へのサプライズ。中学時代、バスケ部に所属していた時、 A 君という同級生がいた。彼は部の中でも先輩に引きを取らないくらいバスケが上手くて、初心者の人にも教えてあげたり、周りから慕われる存在だった。ただ彼の家は貧乏な家庭だったので、部活が終わった後は親の営む飲食店を手伝っていたらしい。そんなある日、 A 君の履いていたバッシュがダメになってしまった。新しいのを買わなきゃいけなかったんだけど、その時 A 君の家は金銭的にも厳しい状況で買えなかった。なので部室にあった去年引退した先輩のおきっぱのバッシュを使っていた。しかし、そんな A 君をバカにする先輩たち、バッシュ買う金もねえとか、お前んちどうなってんだよ、自分でバッシュ持ってこないなら部活に来んな、やめちまえと、 A 君に前々から嫉妬してた先輩たちがいじめる。すみません、バッシュ用意できなそうなので。気にすんな、しばらくはあれ使っていいから。 A 君自身も申し訳ないと思っていて、何度か部活をやめそうになってたけど、顧問の先生が止めてくれた。ところが、部室の大掃除をやった日のこと、先輩たちが A 君の使ってたバッシュを捨てやがった。ああ悪い、あれ使ってたの？てっきり去年の先輩が忘れてったやつだから捨てちまったよ。汚ねえしゴミだと思ったわ。明日からの練習どうするよ。先輩たちは A 君にレギュラーの座を奪われたくないから、あんなことをやったのだろう。部室には他に履けるバッシュもなく、練習に参加できなくなった A 君。これ以上迷惑をかけられないと言って部活に来なくなってしまった。俺たち1年部員はなんとか A 君を救えないかと考えたところ、部員の B 君の知り合いに新聞配達をやらせてくれる人がいた。本来中学生はできないが、そういう事情であるなら少しぐらいは OK と言ってくれた。みんなで協力して新聞配達をし、すぐにバッシュを買えるお金が貯まった。早速買いに行こうと思ったけど、A 君の性格的に素直に受け取ってくれないと気づいた。だから A 君にはちょっとしたサプライズをすることにした。休みの日、 A 君と家が近かった俺は少しランニングでもしようと A 君を外へ連れ出す。その途中で、あ、ちょっと買うもんあるから寄っていい？とスポーツショップに入る。俺は安いリストバンドを購入したら、今キャンペーンでくじ引きやってるんだよ、特賞はなんとバッシュだよ。マジっすか？ A 君引きなよ、当たるかもよ。え、いいの？ A 君は当たるかなと言いつつ引いたところ、なんと特賞が当たった。うおー、おめでとう特賞。え、嘘？すげー、やったじゃん A 君、これでまたバスケできるね。と言っても、これは俺が店長に事前に協力して作ってもらったお芝居である。お金は事前に払っていて、くじも A 君のために作ったものである。 A 君には後々真実はバラしたけど、この時は泣いて喜んでくれてた。それから A 君は部活に復帰することができた。新しいバッシュを履きながらみるみる上手くなっていき、いじめてた先輩たちを差し置いてレギュラーにも選ばれた。一生懸命な人に嫉妬する人もいるが、助けてくれる人もいる。困ってる時にお互いに助け合えるような仲間を作ろう。ご視聴ありがとうございました。また見てね。